った4年生ですね。春が来た、こちらをね書いていきます。春という字と来るという字、これね横に並んでるのがちょっと気になりますよね。左払い右払い両方あります、この字。ちょっとねそのあたりよく見てください。どんな風に入れたらいいかなっていうところで、すいません、すごい寝起きで、実はすごい眠いです。声がねガラガラしてますけど、ちょっとね早朝です、声落としてねやってます。でここに4分の1がここですね。で本来であれば真ん中ここなんですよ、本当はね。ここだけど、ここを真ん中として春っていう字を書くとしたら 1,2,3 本まず引きますよね。4本目の縦のライン、あのこっからこうグーってくるこの左払いのこのラインっていうのが普通この真ん中に来ると思うんですけど、これ右払いがある字っていうのはあえてこれを1センチぐらいですかね、こっちぐらい、あのこのぐらいに中心の線があるものだと思ってちょっと自分の中でずらしたらいいです。こういう風に一本こっちにあると思って書いてみましょう。そうすると右払いっていうのはねうまく入るようになります。ただ隣に来る、あの春が来るの来るっていう字も右払いがあるので、そこね両方とも同じようにずらすといいかなと思います。これ全部頭の中でやるんですけど、感覚ですね大体ね。それから右にこう上に上がっていくようなラインを強くしてあげるといいです。ちょっと書いてみます。まず3という漢数字のようなねこの3本の線、こういう状態で持ってこれるといいかな。これまずはどこがどうなのかっていうとね、このライン、このライン、このラインでちょっと角度、気質の角度がちょっとずつ違うような感じ。4年生だからね、4年生角度の勉強をしていると思います。これ60度ぐらいあるかな。こっち2本目に関しては45度よりもしかしたら少ないかも、これもっと少ないかもしれないですよね。でここ上に全部が上に上がっていくのは変わらないですけど、入りの角度が違ってる、こうこうこうってどん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 こうになって、そういう風にするとここ狭くできるんですね。この狭くするっていうのがまずポイント。そしてさっき言ってたここの真ん中から普通にこういう風に左に払うものですけど、これが少し左側にずれていてこうですね、あまり長くしすぎるとこっちくるとぶつかるのでね、ちょっとあんまりしたくないんですよ。でこっち、これも本来はここと左払い右払いっていうのがあったら高さを揃えていきたいとこなんですが、まだこれは右払いに来るこっちの 1,2,3,4 5画目っていうのは最終画ではないので、あまり下に下がってこなくても大丈夫です。ということでこのくらいな感じ、この高さに対して結構こう上になってるようなこういうラインでも別に構いません。その代わり、中に入れる火の一番右の下に来る部分っていうのはここですよね。これをしっかり長く取っておくこと。どっかの学年どこだったかな、白うさぎやりましたね、3年生ね。これねここでやったような真ん中の線、これを狙っていく位置っていうのがこれも下がらないこと、こうですね。下の方がなんとなく長くこうなってるようなイメージになりたいですから、で下しかもここほらちゃんと飛び出したいんですよ。で私はここです、こういう感じにしたかった。この狙ってる自分が狙う位置にちゃんとまずあの線が引けるっていうのがね大事なんですけど、まずはそのどういう風に引きたいかっていうのが自分の中で明確じゃないとまずそこできないですよね。だからどういう風に書きたいのかっていうのがちゃんと頭の中にあって、それから書き出すことが大事です。さっき言ったようにこの真ん中の線がちょっとだけずれるんだっていうところのこの解釈の仕方を少し覚えてしまってください。その上でこの右側最終角じゃないんだけどね、右の下に来るこの部分が一番重たくなるっていうところで
ここの右払いはそんなに頑張らなくてもいいっていうのも覚えておいてください。そうするとここもうこうどうしてもね長くこうこっちまで来ようとするとどうしてもここ入らなくて、そこが入らないからもう嫌だなっていう風になっちゃうんですけど、そうじゃないんだよっていうところをね押さえてください。次ですね。ひらがなのがです。漢字より目立たせたくないっていうのがまず一番に頭にあるところなんですけど、これも真ん中こうやってだいたいでいいですよ。真ん中こうあったら左右っていう風に分かれるような字ですよね、ひらがなのね。なので結構小ぶりに見えていいんです。小さく見える字です、もともとがね。こんな感じです。点のこういう小さな点もねちゃんと滑らせるようにっていうところと、どうしても真ん中にドンって書いちゃうことが多いんですけど、これ小さくするっていうところ、ここしっかり開けましょう。開けるようにこっちにこういうふうに貼ってあげるような感じ で難しいところがここです。来るっていう字、こちらね、春っていう字はこの漢数字の3が入ってましたよね。今度は来るっていう字は2が来ますよね。こうじゃトントンって入りますけど、こちらにギュッと来ます。そしてこれも中心を左に一歩ずらしますので、普段っていうかちゃんとある位置っていうのはここなんだけど、少しこちらにずらして、そういう裾にすることでここがねうまく入ります。で春のこの左払いとぶつからないように、来るの右払いがこう上に来てもいいし下にこうに来てもいいんですが、その時のね春の出来次第でそこは変わってくると思いますので、その都度決める形でもいいと思います。私はこれの場合は結構春が下に大きく来てしまっているので、右払いはこう上に来るかなっていうのがなんとなく分かりますね。下のラインっていうのは4分の1にしてるこの折ってる折り目のラインはここにありますので、ここよりもこれ下に来るとどうかなっていう、全体としてはもしかしたら下に重く感じてしまうので、この辺に持っていきたい気がします。でもその時によるのでね、あんまり神経質にはならなくていいと思うんですが、2が来ますよね。春の時もそうでした。頭結構ちゃんと出してます。ここもね出るんですよ。だからちょっとここ開けとくこと、そしてトントンってくるこれは左右ってあるので、左を下げておいて右を高く、そしてなんとなく2段階でこうやってるような感じがしましたよね。いきなりシャッて言ってない。なぜかっていうと真ん中を大きく開けてあげたいんです。ここ潰さないようにしたいので、なんとなく囲んでるようなイメージですよね。こうやってしっかり間が開くように、そしてここのライン下からギュッてくるので、そこにうまくこうぶつかるかなっていうところを目指しています。これ計算通りというか、そうここに立たせておいて、こうちょっとぶつかるような感じにしておいて、だけどこの起筆が大きすぎないようにすること、ここ大きすぎるとここの隙間がこれできなくなって、ちょっとあんまり綺麗じゃなくなっちゃうので、そういうところも考えながらですね。でそこから真ん中貫きますけど、この縦の線はあまり太らせたくないです。ここの間を通らなきゃいけないっていうところで、スリムな線に持っていきたいんですけど、起筆頭の部分はしっかりめに置いてください。こう置いてますよね。しっかりグッと立たせておいて、お尻をここね、でここをスーッとスリムな感じで持ってきます。で少しカーブするかなっていうぐらい跳ねるわけじゃないですけど、だけど次こっちに行きたいよっていうところで、こうぶつけ方がこういう感じになるので、なんとなくこうやって跳ねてるわけじゃないけど、ここにちょうどね穂先が来てるんですよ。だからそういう風に見える。で自然な感じで行くとこういう動きをしていて、ここにスッとぶつかってしっかりここに入ってる、ここね。そしてここより長くならない、このラインを持っていきたい。角度的にはこうです。こんな感じ、ここういう風に持っていきたい。でここ
こで問題が出ますよね。ここどうするのっていう、ちょうどここに来ちゃうな。ちょっと失敗かもしれないですね。こうストンって来てもちょっと早めの段階で止まっておかないと、ほらちょっと上げてみましょうか。こんな感じになります。今ここに合わせちゃったのでね、こういう風にぶつかりますよね、このままいったら。ということで少しなんだろう、サッといかないでちょっと急ブレーキかけたかなっていうぐらいな感じ。ちょっと苦しいですね。本当もうあと数ミリあったらなっていうところです。でその辺はね調整をしてください。こういう風に少し止まってるような感じでも構いません。でこういう感じのラインですね。ここが一番長くてトントンってなってるような感じがいいです。4年生ここがちょっと難しいところなので、春はね少し小さめでもいいかなっていうのもあります。私ちょっと大きかったんですね、この春がね。タいきましょう。ここにタです。ブインって上がるようなこうキュッとした線ですよね。キュッと、ひらがなはどっちに沿ってんのかなとか、これは沿ってるのかな、膨らんでるのかなとか、そういうの考えてやってくださいね。これこちら側があまり出てないですよね。このくらい出てもいいんだけど、そうで、どちらかというとこう左が長くしっかり空いてるような感じ。そしてタはここを広くしたいです。ここも、そうするとスーッて横へ行こうとするような動き、これもこう穂先がここの中をしっかり通ってるような、こうして引き返してくる。別に跳ねなくてもいいですけど、ちゃんとこう引き返してきて動いてるよっていうのがあるといいです。でここよりも下がってこないこと、少し空いてるぐらいがいいです。これもともと太いという字にね、斜めから見ると太いっていう字に見えるでしょ。これねこうなってこうなってこうなって、これ点ですからね。そういう風にひらがなってもともとはね漢字からできてます。はい、こっちの「か」っていう字は「加える」っていう字ですよ。これね、そうこの口っていうのが変形してこれに変わってますけどね、こういう風にできてますので、そのあたりもね踏まえながら考えてみてください。ちょっと針やっぱり大きかったな、だいぶ大きかったな。これ普通にちゃんとやれば入ると思いますよ。はい、頑張りましょう。